前回大会の決勝戦のカードが今年はベスト4でぶつかります。前回大会決勝で敗れ涙を飲んだ山梨学院大学、一方昨年創部10年目にして初優勝を果たした東洋大学、決勝へ駒を進めるのはどちらのチームでしょうか。第32回全日本大学女子サッカー選手権大会準決勝、山梨学院大学対東洋大学のゲームをお伝えします。会場は東京都北区にあります味の素フィールド西ヶ丘です。本日の解説は十文字学園女子大学の野田明宏監督です。野田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実況安田美香でお伝えします。現在の天気は晴れ、手元の温度計で気温が 16.8 度、湿度が 38% となっています。野田さん、この季節にしては少し暖かくなりましたかね。そうですね、すごく暖かく、試合の入りとしては素晴らしいゲームになるんじゃないかなと思います。はい、今日は有観客試合となっておりますので、応援に駆けつけてくださっている皆さんにとってもサッカーを見やすい日ということになります。山梨学院大学と東洋大学の準決勝をお伝えしています。スターティングメンバーご紹介します。山梨学院大学、ゴールキーパー大原桃、ディフェンダー大高心、栃谷美優、島田花、柏彩香、ミッドフィルダー山田歩美、キャプテンの甲斐真凜、上田香奈、斉藤桃香、木本心、フォワードが伊藤琴音という11人です。監督は村上優子監督です。東洋大学のスターティングメンバーご紹介します。ゴールキーパー中村美優、ディフェンダー落合恵那、藤井夏実、長尾野乃香、鈴木琴音、ミッドフィルダーキャプテンの北村美優、野口樹里、宮本ひなり、稲山美優、フォワードが村岡由里と小林リリ子というスターティングメンバーです。監督は石津良太郎監督です。こちら今画面に映っている青のユニフォームが山梨学院大学です。前回大会準優勝、決勝戦でね、東洋大学に悔しくも敗れたんですよね。そうですね。多分リベンジを果たしたいっていう強い気持ちは持って今日の試合に臨んでいるんじゃないかなとは思います。はい、そして白のユニフォームが東洋大学です。東洋大学は昨年関東大学サッカーリーグ戦で優勝、そしてインカレでも初優勝を果たしました。昨年東洋大学強かったですね。そうですね、圧倒的な強さだったんじゃないかなと思います。はい、今日は前回大会の決勝カード、この準決勝で当たるということになりました。前半は青のユニフォーム山梨学院大学が左エンド、右エンドに白のユニフォーム東洋大学です。野田さん、このゲームどんなところを注目して見ていきましょうか。そうですね、個人の能力はお互い高い選手が揃っていると思うので、はい、本当に優勝したいっていう気持ちが強い方が、最終的には勝利をつかみ取るのかなっていうところと、やはり時間帯とセットプレーが一つポイントになってくるんじゃないかなっていうふうに私自身は、はい、思っております。はい、そのあたり見ながら皆さんにお楽しみいただければと思います。ピッチレベルの風ですが、画面左から右に向かって時折風が吹き抜けていきます。どうでしょうか、試合には影響なさそうな風ですかね。少しありそうですかね。そうですね、少し風は強いかなというところはあるんですが、
上空の旗はかなりしっかりと旗めいています。揺れていますよね、うん、そうですね。ちょっと立ち上がりのプレーに注目したいと思います、はい、今両チームの選手たちがポジションに位置を取りました。今前半の45分がスタートしました。まず山梨学院大学右サイドから東洋大学がクリアしていきます。右サイドからここはゴールキーパー中村のキャッチです。野田さん、一つ山梨学院大学がゴール前まで押し込みましたね。はい、まあ、立ち上がりというところでシンプルにゴールに向かっていく勢いを持ってプレーするというところは山梨学院は徹底しているのかなというイメージですね。はい、右サイドから一つ押し込んでいきました。ここは東洋大学の村岡も前からボールを追いかけましたが、ゴールキーパー大原桃がここ前に送っていきます。さあ、山梨学院大学の攻撃、ここはクリアしました。とここは笛です、まあ、立ち上がりなのでこういうロングボールが最初は多くなってくるので、今みたいなこうセカンドボールの攻防っていうのは激しくなってくるので、はい、まあ、そこは一つ見応えがあるかなと思いますね、はい、山梨学院大学のフリーキックになります。はい、15番のこの選手はキックがすごい特徴なので、これは一つ楽しみですね。はい、栃谷美優、はい、素晴らしいキック持ってますよね。はい、さあ栃谷のキック、ゴール前こぼれて書き出しました。東洋大学セカンドボールは山梨学院大学左サイドをえぐってくる。中へのクロス、ゴールキーパー中村のキャッチです。いいですね、山梨学院のこう勢いというか、はい、スピード感が出ていて、まあ、それでもしっかり安定して対応している東洋さんという感じですね、はい、立ち上がりは山梨学院大学がゴール前に攻めています。東洋大学ゴールキーパーも含めてここを後ろでビルドアップをしていきます。そうですね、まあ、開始2分なんですが、しっかり相手を見ながらこうポゼッションをしながらゴールに向かっていくというところは東洋さん の, 強みだと思いますので、はい、今日はお互いに4バックで入ってますかね。そうです ね, はい、準決勝から山梨学院さんは2人メンバー交代しているようですが、システムは変わらないようですね。はい、はい、さあ東洋大学中央キャプテンの北村、ここで奪いました。山梨学院大学前へ送る、伊藤琴音がここ持ち上がりますが、うん、しっかり対応しました。やっぱり山梨学院さんはこの奪った瞬間に20番の選手の動き出しっていうのは本当に素晴らしいと思うんですが、本当に今35番鈴木選手ですかね、すごい冷静に対応したんじゃないかなっていうふうに思います。はい、伊藤琴音選手そして鈴木琴音選手の1対1が見られました。1年生同士で面白いですね。そうですね山梨学院大学のこう前線ワントップに入っている20番伊藤琴音選手は第37回関東女子大学サッカーリーグ戦新人賞そして得点女王に輝いています。東洋大学が左サイドでゲームを作ります。収めてクロス、まだあります。書き出しました。
素晴らしいコンビネーションの攻撃でしたね。はい、はい、左サイド長尾野乃香のクロス、ただここは山梨学院大学もしっかりセーブしました。やっぱりこういう球際で勝つ負けるっていうのは、はい、あの次のプレーに大きく関わってくるんで、やっぱりすごい気持ちが見えますね。かなり大きなバチンという音が、ねね、放送席にも届いてきました。収めた、ここで奪います。山梨学院大学前線へ送る、伊藤仕掛けていく、伊藤のシュート、うん、決まりました。先制山梨学院大学。伊藤選手のドリブルからのシュート素晴らしかったですね。立ち上がり6分での先制弾です。いやー動きましたね。動きましたね。まあ、立ち上がりから山梨学院さんのこう前にプレーするっていうのが、まあ、功を奏したんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。はい、素晴らしいドリブルから落ち着いたフィニッシュでしたね。ワントップの20番伊藤琴音選手の先制ゴールが決まって1対0、山梨学院大学がリードしています。今みたいなバックパスもなかなか処理が難しいんですけど、はい、大原選手もシンプルにしっかりクリアしましたね。はい、早い時間での、まあ、先制ゴールが決まって、まあ、東洋大学さんとしてはこうどういうふうにここからゲーム運び考えていったらいいんでしょうか。そうですね、やっぱりボールは先ほどから保持しているんですが、やっぱりなかなかこうシュートまで行くシーンがないので、まあ、一つシュートまで行くシーンを作ることができればもう少し落ち着いてプレーできるんじゃないかなというふうには思います。ただまだ時間はあるので、はい、そうですね、はい、さあここはドリブルで持ち上がります、うん、宮本笛はない、村岡ここで奪いました。東洋大学ゴールキーパー中村ここ繋いでいきます。落ち着いてますね。はい、まあ、でも山梨学院さんもこう奪って20番の伊藤選手っていうところはこう徹底しているので、まあ、そこは継続しながらっていう形かなとは思います。はい、さあ山梨学院大学左サイド中に打ってきました。ただここはゴールキーパーの中村美優選手がしっかりと抑えています。山梨学院さんのこうシュートクロスまで割り切るっていうところは次のプレーの切り替えにもつながりますんで、はい、まあ、そこは徹底できてていいのかなっていうふうには感じますね、うん、まあ、でもなんかすごくお互い締まった立ち上がりなんじゃないかなと思います。山梨学院大学フォーバックで入っています。右から15番の栃谷、5番大高、35番島田、そして左が65番の柏井です。スローイン東洋大学ボールです。19番の長尾が入れていきます。この20番の小林選手小柄なんですけど、はい、本当にこういいタイミングでボール引き出してしっかりキープできるので、まあ、こうやって前線でボールが収まるとチームとしてのチャンスができやすくなりますよね。はい、
東洋大学の前線に入っています20番小林リリコです。今大会3ゴールを挙げています、はい、憧れの選手は堂安律選手ということですね。まあ、準決勝でも対戦したんですけど、はい、まあ、なんか自分が決めてやるぞっていう強い気持ちを持ってプレーしてるとこはすごい相手としても嫌でしたし、すごい印象的なプレーヤーだなっていうところですね、はい、さあフリーキックヘディング左足のシュート、うん、最後は出ていきました。14番の村岡由里のシュートがありました。これ東洋大学さんもシュートを打ったのでね、少し落ち着いてプレーできるんじゃないかなと思います、はい、でも今のフリーキックもこう一つタイミングをずらしてディフェンスラインを下げて駆け引きするっていうところはしっかり準備してきてるなっていう印象を受けますね。前回大会のチャンピオン東洋大学、そして準優勝の山梨学院大学の一戦です、はい、でもあれなんですよね、リーグ戦は山梨学院さんの方が1勝1分けで、はい、そうですね。お、山梨学院さんこれ前からプレッシャーかけますね。ここライン上げてきます山梨学院大学。これもディフェンスラインが持ったら前からプレッシャーかけてコンパクトな陣形を作るっていうのは山梨学院さんは徹底できてますね、はい。山梨学院大学のスローインです。スローイン土地谷が入れます。土地谷クロス中央ヘッド決まりました、追加点です。素晴らしいクロスからの素晴らしいヘディングでしたね。いや素晴らしいゴールが決まりました。今土地谷選手左で上げたんじゃないですかね。左右遜色なく蹴れる技術っていうのも素晴らしいですね。素晴らしいクロスからのゴールが決まっています。得点者は9番の山田選手ですね。ちょっとさこれですね、今リプレイが出ています、はい、このコントロールが良かったですね。山田選手も本当タイミングよく相手の前でしっかりヘディングできたっていうところが良かったですね。山梨学院大学9番山田歩美選手のゴールが決まって2対0山梨学院大学がリードを広げています。早い時間帯に山梨学院大学がリードを広げましたね。そうですね、ちょっと2点差になってくると東洋大学さんも苦しくなってくるかなとは思うんですが、まあ、前半1点取れるとねまた流れは変わってくると思うので、はい、まあ、このポゼッションは変えずにどうやってシュートまで持っていけるかっていうところは一つポイントになってくるかなと思います。はい、落ち着いてますね。35番の鈴木琴音がヘッドでゴールキーパーの中村に下げました。東洋大学も4バックで入っています。左から19番の長尾とチャンスですね。右サイドからここ変化を一回キープして、いい1対1の攻防でしたね。はい、見応えありますね。見応えありますね。今は東洋大学さんの右サイドの攻撃はいつもパターンとしてやられている攻撃なのかなっていうふうには思うので、はい、まあ、ここ一つセットプレー、そうですね、はい、流れが変わってくるのか、うん、山梨学院さんがしっかり対応できるのかっていうところですね。東洋大学のフリーキックです。これ2人立ってるのでなかなかどちらが蹴るのか分からないんでね、難しいんですよね、はい、さあ中に入れてくる、ゴールキーパー抑えました。大原のキャッチです。すぐに蹴っていきます。
これやっぱ20番の伊藤選手のこの奪った瞬間のアクション、あと失った瞬間の切り替えっていうのは、やっぱりチームとしてこれをやってくれるとすごく助かるんですよね。そうですね。前線の伊藤琴音選手が常にこうね、裏も狙ってますよね。そうなんですよね。なので東洋大学さんはこう常に攻撃しながらも、こうリスク管理っていうものを徹底しておかないといけないんですよね。なるほど。さあ、藤井から長いボール。ここはライン割りました。山梨学院大学の村上優子監督、試合前にお話を伺ったんですが、まあ、昨シーズン、昨年の決勝と同じ今日はカードだということで、はい、まあ、非常に悔しい思いをしたので、今日はリベンジを果たしたいと話をしています。なんかその思いっていうのが、すごい立ち上がり15分のプレーに出てるなっていう印象ですよね。はい、ただ非常にこう東洋大学さんからエネルギーをいただいたという話もされてましたよね。うん、決勝戦で前回大会もう思うようにボールを持たせてもらえなかったと、まあ、あれだけこう持たれてつながれてしまったということで、はい、まあ、自らもこうなりたいという、まあ、学びももらいましたという話をしていました。それはやっぱり村上さんの素晴らしいところですよね。十文字も準々決勝で対戦させていただいたんですが、はい、まあ、やっぱり初出場で全国大会のレベルで東洋さんとやらせていただいて、はい、本当今後の基準というものが攻守においてできたので、あ、まあ、そこは今後の成長だったり発展につなげていければなとは思っていますね。東洋大学のこう強さってどんなところだとお考えですか？そうですね、やっぱりこうキーパーからしっかりこう相手を見ながら、うん、ビルドアップしてボールを動かすっていうところと、まあ、その中で前線の2人とサイドハーフの2人が個人の能力も長けてるので、すごくこうチームで意図的に相手を見ながら崩しながらゴールに向かうっていうところが、まあ、本当に洗練されてるチームなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。さあ、ここ落ち着いてディフェンスライン回していきますが、伊藤がプレスに行っています。伊藤選手のプレッシャーがいいですね。はい、あれですかね、ちょっと天然芝でパススピードとかあるんですかね。ちょっとここから見てる感じだとちょっとわからない部分があるんですが、準々決勝までは人工芝での試合でしたもんね。そうですね、千葉会場の方は人工芝だったので、はい、この2チームは人工芝だったんじゃないのかなっていうところなんですけど、そのあたり山梨学院大学の村上監督も、はい、今日から天然芝になるので、そこに対応できるかどうかも一つポイントになるんじゃないかとおっしゃってましたね。そうですよね、選手がやっぱどれだけ自信持って臨めるかっていうのは大事になってくるんで、東京、これチャンスですね。奪いました。東洋大学右サイドから中に入れます。収めて、今いいプレスバックでしたね。今のクロスよく見てたんですが、38番斉藤選手ですかね、はい、よく危ないところに戻ってきてしっかりケアしましたね。トップ下の斉藤桃香が素晴らしいプレスバックを見せました。2ゴール挙げた山梨学院大学ですが、守備もね、安定してますね。そうですね、やっぱりもう今年3試合目ですか、はい、まあ、なので多分お互いのスカウティングはしっかりできてるんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、その中でチームと個人とどう上回っていくのかっていうのがすごい楽しいですね。はい、山梨学院大学15番栃谷のシュートがありました。今のは右足で打っていきました。やっぱり相手としたら左足も蹴れるよっていう印象があるとアプローチが変わってくるんですよね。あ、なるほど、はい、なのでさっきのクロスが素晴らしかったので、そうですね、はい、サイドバックの選手もちょっと対応が難しいかもしれないですね。はい、
さあ、ここはゴールキーパー飛び出しました。枠の左外。山梨学院大学が押し込みましたが、ゴールならず。山梨学院のこうドリブルの仕掛けと2列目からの飛び出しというところは良かったですね。はい。つないでいく東洋大学。ここで奪って前を送りましたが、ライン割りました。そうですね。東洋さんもこう、フォーバックとボランチでうまくボールは保持してるんですが、ちょっとフォワードにね、なかなかいいボールが入らないなっていう印象なので、そこで起点ができると、またゲーム展開は変わってくるかなっていう印象ですね。はい。山梨学院大学のスローインです。土地谷が入れます。つないでいきます。少しここずれましたが、そうですね、やっぱここつなごうとするっていうのが東洋さんの強みだとは思うんですが、やっぱこういうちょっとしたズレっていうのはやっぱちょっと準決勝の緊張感だったり、はい、やっぱりこう 2-0 でちょっと精神的にストレスがかかってるのかなっていう印象はありますね。はい、斉藤から土地谷です。一度下げます。大高、もう一つ下げて島田、カシーとつないでいきます。ここは東洋大学のスローインに変わります。右サイド、東洋大学のゴールキックになります。東洋大学4バック右から2番の落合恵那、35番鈴木琴音、そして5番の藤生夏実、左が19番の長尾野々花という並びになっています。長尾下げて藤生です。藤生は B リーグのサンフレッチェ広島レジーナへの入団が決まっています。やっぱりプレー落ち着いてますよね。そうですね。 B リーグの特別指定選手として8月から広島レジーナに加入をしまして、W リーグカップで初優勝も経験して、おこれは選手としては本当に素晴らしい。なかなかね、大学生で経験ですよ ね、 ね、プロの優勝を経験するってことはね、素晴らしいですよ ね、 そうですね。豊さん、ここからどうボールを保持しながら縦パスを差し込んでいくかっていうところですよね。はい。さあ藤井、ああいいとこ見てましたね。左へ送ります。長尾が収めてクロス、キーパー大原のキャッチです。今の展開は良かったですね。山梨学院さんがコンパクトにしている分、一つ飛ばしてサイドっていうのはすごい優位な状況ができますね。はい、ただボールが少し空中で止まった感じは受けたんで、やっぱ風はそうです、ね、ちょっと強いのかなっていう感じはしますね。実況席は、メインスタンドの一番上にあるんですけど、私たちも手元の資料がバタバタと飛んでいきそうになって抑えるというね、少し風やっぱり影響ありますね。そうですね。ただ両チームともこうしっかりボール動かすチームなので、はい。さあ斉藤が収めて右へ送る、シュート、クロスバー、押し込んだ。3点目、山梨学院大学さらにリードを広げます。いや、素晴らしい得点でしたね。20番伊藤選手ですかね。2ゴール目ですね。まあ、一つ前のシュートもしっかり枠に飛ばしてたというところが大事ですし、やっぱり伊藤選手しっかり詰めてますよね。しっかりとね、押し込みました、はい、これ斉藤選手もよくサイド空いてる選手
木本選手ですかね、よく見えてましたね、はい。あ、いいところつけましたね。東洋さんは変わらず変えずにボールを動かしながらボールに向かっていくべきじゃないかなというふうに思いますけどね、はい。山梨学院大学20番伊藤琴音選手のゴールが決まって3対0、山梨学院大学がリードを広げています。伊藤選手は今日2ゴール目です。攻守に乗ってますね。ね、山梨学院大学はワントップに伊藤、そしてシャドウの位置に斉藤桃香とキャプテンの甲斐真凜で、右に木本、左に山田、そしてアンカーの位置に23番の上田佳奈が立っています。 4-1-4-1 というような形に見えます。そうですね。なので今も東洋さんがあのくさびを差し込んだんですけども、はい、やっぱアンカーの選手の脇っていうのはシステム上あの空いてくるので、今みたいにそこに丁寧にあのくさびが入ってボランチの選手が関わることができれば、まあ、東洋さんももう少し相手の陣地でサッカーができるのかなというふうには思うんですが、まあ、やっぱり山梨学院さんの前線からの守備と中盤のスライドが今徹底できているので、はい、まあ、なかなか東洋さんもボールは保持できてるんですけど、なかなか前に進まないなっていう印象ですね。そうですね、これも行った方がいいですね。前から行きます、うん、これも前から行った方がいいですね、はい、はい、パスでしたかね、はい、うん、おー素晴らしい、いいワンプレーですね。上田から左、山田、収めて粘ります、はい、やっぱり失わないですよね。やっぱり個人個人がプレッシャーがあった中でもボールを失わないというところは、これ両チームの素晴らしいゲームにつながっているところですよね、はい。東洋大学は 4-4-2、 前線に14番の村岡と20番の小林。そうですね、はい、相手が山梨学院さんが 4-1-4-1 なので、ちょっと中盤が数的不利になってしまうので、はい、まあ、そこのアンカーの選手をどうケアしながら、まあ、点差的にも負けているので前から奪いに行くかというところが一つ東洋さんのポイントになってくるかなとは思いますね、はい。まあ、お互いに4バックですけれども、山梨学院大学にはアンカーに23番の上田がいて、はい、っていうところが少しね違いが生まれてます ね、 すね、はい。大高、島田花、柏井です。うん、落ち着いています。落ち着いてますね。プレスに行きます、東洋大学。そうですね、東洋さんは前半プレッシャーかけた方がいいですね、はい。上田から長いボール前線へ、甲斐が収めてふわっと浮かせたボール、トラップからの右足でした。木本のシュート、右足振っていきましたが、はい、振りましたね。今のも落ち着いてましたね。ダイレクトでいつかなと思ったんですけど、しっかりトラップに判断を変えて、最後はちょっと力んじゃったかなっていう感じですね。惜しくも枠の外でした。気持ちは分かります、はい、木本心、カンカレのベストイレブンにも選ばれています。まあ、でも今のも19番の選手ですかね、甲斐真凜選手ですね、はい、甲斐選手がしっかり相手見ながら、はい、あのプルアウェイでアクションを起こして、そこにしっかり中盤の選手からボールが入るっていうところは、今日山梨学院さんはいいですね、はい。さあ東洋大学、右足のシュート、うん、サイドネットでした。惜しかったですね。惜しかったですね。やっぱり前線の守備からボールちょっと奪える回数が増えてきてるんで、まあ、そこシュートを打ち切るのも一つですし、
あとサポートを増やして、はい、数的優位作ってシュートを打つっていうところができればいいですね。東洋大学14番村岡由里のシュートがありました。スローインからの守備でしたね。はい、中盤での競り合い、うん、激しいですね。宮本、村岡がフォローします。下げて野口、キャプテンの北村から右へ、落ち合い縦につけます。そうですね、ここの落ち合い選手とあと北村選手、あと稲山選手ですかね、右サイドの3人の関係は素晴らしいんで、うん、やっぱり相手もこれだけ寄っちゃうんで、やっぱこれって逆サイドが空いてきますので、はい、こぼれたボールは山梨学院大学が収めて前線へ送ります。ここも伊藤への長いボールでしたが落ち着いてましたね。はい、はい、東洋大学はしっかり対応しています。藤井から鈴木、落ち合いです。ゴールキーパー中村。こうやって山梨学院さんはこうコンパクトに、しっかりこう縦パスを切りながらサイドに誘導するというところを徹底しているので、ちょっと東洋さんは攻めあぐねてるかなという印象ですけど、はい、東洋大学の石津監督、まあ、昨年前回大会、チャンスですね。チャンスです。ドリブル入ってきます。うん、よく戻りましたね北村選手。素晴らしいブロックがありました。キャプテンの北村美宇の対応がありました。そうですね、まあ、前半あと15分なので1点返すことができればまた流れは変わってくるかなと思いますが、はい、東洋大学まずは1点返すというところになるでしょうか。東洋大学は中盤が左から宮本、野口、北村、稲山という並びになっています。東洋大学の石津監督、まあ、昨年前回大会のチャンピオンではあるんですけれども、今年は関東4位でこの大会に参加しているので、うちはチャレンジャーなんだという話をされていました。そうですね、多分後期リーグはこう WE リーグに強化している選手が抜けたりというところで、多分いろんな選手にチャンスを与えながらチームの底上げをやられてきたんじゃないのかなというふうには思うので、うん、さあドリブル仕掛けていきます。宮本がドリブルで持ち上がりましたが、やっぱ狭いところを仕掛けられる技術は高いですね。はい、宮本選手ですね。今大会1ゴールを挙げている11番の宮本ひなり選手、まあ、ドリブルを得意としている選手です。憧れは本間志音選手ということですね。右足のシュート打っていきました。16番の稲山のシュートがありました。東洋大学の石津監督、今日のゲームについて、まあ、うちと山梨さんも似たようなスタイルを持っていて、まあ、どちらがボールを持ちながら主導権を握れるかというのが一つ大事になってくるんじゃないかと話をしていました。またあのセットプレーは石津監督も警戒されてましたね。あの栃谷選手いいキッカーですよねという話をしていました。そうですよね、準決勝もセットプレーから得点が生まれてたようなので、はい、まあ、そこはどのチームも警戒するのかなと思いますね。山梨学院大学が最終ラインでボールを回していきます。
行っていいよという声がかかって東洋大学はプレスに行きます。島田からここに今みたいにこう後ろから声がかかると前線の選手はより予測を持った中でボールにアプローチできるので、今だからこそ早い予測からのアプローチでボールを奪えるチャンスが増えたのかな、できたのかなと、はい、ところですね。コロナ禍を経て今日は有観客試合となっているこのインカレですけれども、村上監督もまあ有観客でその応援団の前でこうしっかりプレーができるかどうかというのも一つポイントになりそうだと話もしていましたね。まあでもあの両チームともやっぱ応援は素晴らしいですね。ですね、まあ、必ずあのピッチの選手には届いていると思うので、まあ、ピッチの選手はねこれをあの源にして、はいはい、プレーしてほしいなと思いますけども、今バックスタンド側では両チームの選手たちそしてサポーターの皆さんが声を出して応援を送っています。さあここは野口が対応しました。東洋大学、山梨学院大学のスローインです。両監督ともにテクニカルエリアいっぱいに出て戦況を見守っています。セットプレーですね、はい、東洋大学はここをちょっと集中してしっかり守りたいですね。前半36分が経過しています。山梨学院大学対東洋大学のゲーム3対0で山梨学院大学がリードしています。キッカーと千谷選手ですね。どっちの足で蹴ってくるでしょうか。そうですね、右ですかね。両足のキック特徴、そうですね、さっき背高かったですからね、はい、密集でゴール前でこう何か起こればいいっていうような形で放り込むんですかね。両チーム選手、多くの選手が今ゴール前に入っています。そうなんですよ、これキーパー出させないとか、あー、ゴール前では駆け引きが行われてるんですよね、さあ栃谷が手を挙げて、そうですね、出身の荒木さんもしっかりコミュニケーション取りながら見てくださってますね。これはサイドネットでした。今日の審判団主審が荒木ゆりか、副審が草所和恵と国士恵里奈、第4の審判が吉永真希、この4名で今日のゲームがジャッジされていきます。今のところお互いこうフェアなプレーで全く問題なく、はい、ね、試合が進んでるなって印象ですよね。昨年は女子ワールドカップが行われましたけれども、東京学芸大学出身の山下芳美さん、はい、そして大園誠さんがね、はい、開幕戦で審判務めましたよね。そうですね、やっぱりこう日本人の方が世界で活躍するっていうのはとても誇らしいですし、はい、嬉しいですよ ね、 ね、大学女子サッカー経験者がおっと打っていきました。栃谷の右足、やっぱからそうですね、シュートレンジは広いですね。ね、ロングボールが武器というプレイヤーです。座右の銘は報われるまで努力しろということだそうですね。たくさんの努力を重ねてこの舞台に上がってきています。そうですね、でこの舞台でしっかりこう結果につなげるっていうのはやっぱり本当に努力を惜しまずにプレーやってきたんじゃないかなっていうのは感じますね。はい、そうですね、東洋さんはこうボランチの7番の選手がちょっと落ちてきて、はい、こう3枚気味でこうビルドアップを試みている感じですかね、はい、中盤の北村が少しこう降りてきてビルドアップに参加します。はい、センターバックとサイドバックの脇にちょっと落ちてきて少し可変しながら、はい、少し風強いんですかね、なりましたね。やっぱり東洋さんのこう縦に入るパスの精度がやっぱり少し僕がいつも見ている東洋さんよりはちょっと苦戦してるなっていう印象なので、
山梨学院さんのプレッシャーがいいのか。さあ東洋大学のターンです。書き出しました。東洋大学のスローインです。東洋大学は風上という状態です。かなり強い風、まあ、突風が吹いています。そうです、ね、これもあれですかね、ちょっと駆け引きあったんですかね。まあ、私たちの机の上の手元のこうスタンド型の温度計が風で倒れてというぐらいの風が吹いています。そうですね、なんか気温もちょっと下がってますね。そうですね、キックオフの時と少し状況が変わってきている体感です。前から寄せます。いや前半40分でも伊藤選手は前から追いますね。スピードありますね。リーグ戦では得点女王、そして新人賞、そしてベストイレブンと3つのタイトルを取った伊藤琴音が山梨学院大学のワントップに入っています。今日2ゴール、気持ちよくプレーしてそうですよね。はい、まだ1年生なんですよね。まあ、なんか先日常葉立花の監督さんにちょっとお会いして、はい、ちょっとお話をお伺いしたんですけど、はい、高校2年生の頃にちょっと膝の怪我をして、あ、そうですか、はい、でそこから復帰して今大学サッカーでこう活躍しているっていうふうにお伺いしたので、まあ、やっぱりこう辛い日々だったりっていうところを乗り越えて、そうですね、今があるのかなっていうので、まあ、でも2得点はすごいですね。そうですね、乗っています。伊藤琴音選手です。常葉大学附属立花高等学校女子サッカー部の出身です。かなり風強まってます ね。 そうですね、本当にここ窓あるんですけどね、ちょっと東洋大学が風下で難しい状況になっていると予想されます。うん、これもやっぱり少しトラップミスすると失ってしまうんですよね。いいプレッシャーですよね。これ東洋さんもこれ連動して守備できるといいですね。はい、うん、ここ抜けて不自由が収めます。一度ゴールキーパーの中村美宇まで下げて作り直します。東洋大学ワンタッチつないでいきます。いいコンビネーションですね。ただここで奪いました。長尾から鈴木、落合がもう一度下げます。わあ、風が手元の資料が今飛んでいってしまいました。画面左から右にかなり突風が吹いています。残り2分とアディショナルなんで、東洋さんは一つ、そうですね、シュート、はい、セットプレー取ったりできるといいですね。北村から野口、はい、藤井奪った、木本が下げます。そうですね、東洋さんも今ちょっとこうフォワードが縦関係になりながら同サイドで、はい、あのプレッシャーを連動してかけようっていう変化が見られたので、まあ、この奪ったボールを崩しながら一つ前に、ここからの精度ですね、はい、縦に送ります、
村岡を走らせるボールでしたが、はい、まあ、狙いとしてはすごくわかるので、はい、まあ、これを継続しながら一つシュートもできるといいですね。縦縦で通していきました東洋大学。うまいですね、しっかりボール隠しながら、はい、宮本ひなりです。落ち合いからここで奪いました山梨学院大学。アディショナルタイムは1分です。うん、これしのぎたいですね。お子さんはこれをしのいで、山梨学院大学のコーナーキックになります。風は画面左から右、そうですね、なのでポチタニ選手ならもしかすると直接っていうのも考えられますよね。はい、さっきサイドネットでしたもんね。そうですね。15番の栃谷美宇が蹴っていきます。栃谷のキック、ヘッドでクリア、こぼれてキーパー収めました。ここで前半終了の笛です。山梨学院大学対東洋大学の一戦、前半3対0で後半へ折り返します。いや、少し点差が開いたゲームとなっていますが、そうですね、はい、前半こうどんなゲームだったと。そうですね、やっぱり立ち上がり、はい、山梨学院さんはこう相手のコートでサッカーするというか、しっかり背後を徹底して20番の選手がアクションを起こす、失っても前線からプレッシャーかけるっていうのを徹底して、得点を奪えたっていうところは、はい、ゲームプラン通りだったんじゃないのかなとは思いますね。まあ、その中で両チームボールをポゼッションしながら、まあ、少し東洋さんのところのポゼッションを山梨学院さんがショートカウンターで奪って得点につなげたっていうところで、まあ、後半、まあ、どのような形で石津さんが選手を激励しながら戦術的にも変化を加えて、まずは1得点を狙っていくのかっていうのがすごい僕としては楽しみですね。はい、キャプテンの東洋大学北村選手もやはり2連覇目標と話をしてくれていました。またこうね、4年生として最後の大会、キャプテンとしてリーグ戦では成績が少し落ちてしまってすごく悩んだという話もしていました。ただまあ、みんなの力でここまでこの今大会上がってこれたので、今日は必ず勝ってみんなに恩返しをしたいという話を北村選手がしてくれています。そうですね、でも決定的なシーンも戻ってスライディングでクリアしたりとか、そうですね、まあ、やっぱキャプテンとしてその思いをしっかり体現できてるんじゃないかなと思いますし、まあ、45分まだあるんで、そうですね、はい、どのような入りをするのかっていうところは、はい、北村選手のプレーも含めてちょっと楽しみに見たいなと思いますね。はい、山梨学院大学対東洋大学のゲーム3対0で後半へ折り返します。
第32回全日本大学女子サッカー選手権大会準決勝、山梨学院大学対東洋大学のゲームをお伝えしています。現在ハーフタイム中です。選手たちがピッチに戻ってきています。解説は十文字学園女子大学の野田明宏監督です。野田さん、後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。日差しはありますけども、やっぱり風強いですね。そうですね、少し後半も風の影響出るかもしれません。画面左から右に向かって時折強い風が吹き抜けていきます。交代はなしですかね。そうですね、交代情報現在入ってきておりません。確認してご、はい、またお伝えしたいと思います。はい、まあ、東洋大学さんはもう失うものはないっていうような気持ちで入るしかないのかなと思いますし、はい、まあ、そこで山梨学院さんがまあ風の影響もあって受け身になってしまうと、ちょっと流れは変わるかなと思いますね。後半は山梨学院大学が風下ということになります。3対0、山梨学院大学がリードして後半へ折り返します。そうですね、でもなんか東洋大学さんの表情を見てもこう笑顔だったりコミュニケーション取りながらっていうところは見られるんで、はい、まあ、しっかりハーフタイムで、うん、石津さんの鼓舞があっていい入りができるのかなっていうふうに思いますね。はい、後半は風上の東洋大学です。エンジンを解いて選手がポジションへ散らばっていきます。エンド変わって後半は右エンドに青のユニフォーム山梨学院大学、左エンドに白のユニフォーム東洋大学です。今後半の45分がスタートしました。まずは東洋大学、前線へ送ります。スペースへのボール、まあ、今のキックオフもただ普通に下げて蹴るんじゃなくて、やっぱりパス2本ぐらい動かしてちょっと相手のディフェンスラインと駆け引きした中で、まあ、ロングボールっていうところは、まあ、今キックオフもいろんなチームがこう作戦をしながらやってるので、はい、まあ、それもちょっと一つ楽しみですよね。うん、最後は村岡へのスペースへのボールでした。やっぱり山梨学院さんはこれ入りは前に背後にっていうのは徹底は変わらないなっていう印象ですね。はい、カシーがスローインを入れます。北村のクリア、スローイン、山梨学院大学ボールです。山田、しっかり対応しています東洋大学。藤井さんも今逆のセンターバックからしっかりボール状況に応じてカバーしてましたね。はい、一つ落ち着いた東洋大学の守備が見られました。はい、これ山梨学院さんもこう前から来るところとセットしてくるところが、まあ、立ち上がりなんですけどちょっと明確なので、まあ、東洋大学さんはそこ見ながら、はい、ビルドアップできるとチャンスができる感じはしますね。うん、両チームともハーフタイムでの交代はありませんでした。画面左から右へ向かって今かなり強い風が吹いています。まあ、吹いたり止んだりというところなので少し風下の山梨学院大学にとっては難しい後半になるかもしれません。そうですね、山梨学院さんは守備の時は 4-4-2 ですね。
はい。で、東洋大学さんはサイドバックの2番の選手が内側のポジションでボールを受けようとするので、はい、やっぱり中盤の選手が逆サイドからしっかりスライドしてこないと数的不利ができちゃうんですね。北村から稲山ヘッドこぼれて笛が鳴っています。今山梨学院さんもしっかりこう相手につきながら大原選手もしっかりボールにアタックできてたのは良かったですね、はい、大丈夫でしょうか。主審が確認をしています。リプレイです。そうですね、この後ですね。そうですね、はい、ここ競り合って接触がありました。一人メディカルスタッフが入って、あ、丸のマークが出てますね。はい、もう選手たちに本当に怪我だけはね、そうですね、ないように、はい、もう本当素晴らしい環境で、うん、はい、試合ができているので、もう本当伸び伸びとプレーしてほしいですよね、はい、プロリーグ、ウィーリーグの試合でも使用されている味の素フィールド西ヶ丘での準決勝です。本当上から見ても素晴らしいピッチですよね。芝が本当に綺麗ですよね。僕もここでプレーしたいですね。お、風がかなり強くなっています。そうですね、プレッシャーかかってロングボール蹴るのであれば、東洋大学さんは今みたいな風だったり、まあ、もしかしたらちょっと眩しさとかも少しあるのかもしれないんで、なるほど、はい、ボールが切れるまでキャッチするまでは追った方がいいですね、はい。東洋大学が少し眩しい、ね、攻撃の時に眩しいといった状況ですかね、はい、今日は雲一つない青空が広がっていますと言ったところで、向こうの方に雲が見えました。いやでもサッカー日和です ね、 ね、さあドリブル、うん、シュートまで持っていきました。ただ枠の右外でした。まあ、もちろん精度にこだわれるとベストなんですけども、やっぱこう立ち上がり、今一瞬のスピードで相手を置き去りにしてシュートで終わるっていうのもやっぱりチームとしてはすごく大事なんですよね、はい、なので東洋大学さんも一つシュートまでいけるといいですね。芝が今日は天然芝ですけれども、野田さんは FC 岐阜でプ ロ、はい、プロでプレーをされてて、やっぱりこの芝、人工と天然だとだいぶ感じが違うものなんですか？そうですね、やっぱり天然芝の人工芝の種類によってはやっぱりボールの滑り具合だったり、やっぱり体への負担っていうのは全然違うので、ええ、うん、でも今日のピッチは素晴らしい感じはしますけどね。ゴール前も非常に綺麗な天然芝となっています。味の素フィールド西ヶ丘です。まあ、一つ20番 の、 小林選手と14番の村岡選手のところにボールが入ると、はい、東洋 の、 良さは出るのかなというふうに思うんですが、今ちょっとそこのところを中盤の選手と最終ラインの選手しっかり対応できてますね。はい、山梨学院大学木本が仕掛けようというところでしたが、しっかり対応しました東洋大学。東洋大学の北村美優選手、それから山梨学院大学の栃谷選手と甲斐選手、はい、この3人はジェフチバレディスのアカデミーの同期なんだそうですね。そうなんですね、はい、対戦が非常に楽しみだと北村選手が話をしてくれています。すごいですね、中学の時にチームメイトが
この全国の舞台で集結するっていうのは。あの甲斐選手と北村選手は高校まで一緒だったということで、ジェフユースですね。そうですね、ジェフ千葉レディースの U18 出身のプレーヤー北村と甲斐マリンです。やっぱり技術がしっかりしてますもんね。はい。さあここ抜けてくる、ゴールキーパー収めました。岡田選手もすぐキャッチせずにちょっと時間を使いながら落ち着いてますね。そうですね。山梨学院大学のゴールキーパー大原桃選手は、第37回関東女子大学サッカーリーグ戦の最優秀選手賞を受賞しています。またベストイレブンにも選ばれています。やっぱり身長178センチっていうのは本当に強みですよね。いや、ゴール前で存在感ありますよね。そうですよね。さあ東洋大学、稲山キープ、ドリブル、落合に一度下げました。すぐに入れましたが、ここは山梨学院大学が奪っています。今の山梨学院さんもこうチャレンジアンドカバーで常にこう数的優位ができるような状況で守れてるんで集中できてますね。はい。前から寄せていきます東洋大学。東洋大学のスローインです。落合エナが入れます。落合ドリブルから斜めのパス、うん、そうですね、いい切り替えですね。伊藤、やっぱりこうやって20番の伊藤選手の前に転がってくるんですよね。いや、そのボールの受け方もね、今トラップで本当にこう、もうトラップが一つこうパスになってるというか、本当にね、自分のいいところに置くっていう。さあここは、うん、小林が、はい、はい、ちょっとチャンスになりかけましたね、うん。まあ、やっぱり東洋さんこう足元で丁寧にボール動かすんで、まあ、一発顔上がった瞬間にディフェンスの背後っていうのは相手はちょっと意表をつかれるのかなっていうところはあるので、はい、まあ、常にこう優先順位というか前を意識しながらボール動かせるといいですよね。ここは島田がカットしました、うん。このあと東洋大学が交代を準備をしているという情報が入ってきました。33番の田中優衣選手が呼ばれています。変わるのは14番の村岡優里選手のようです。右サイドから木本が仕掛けていきましたが、ここ対応しています、はい。ここで東洋大学先に1枚交代カードを切ってきました。14番の村岡選手に代わって33番田中優衣選手の投入です。まあ、村岡選手も中盤と最終ラインの間でタイミングよく落ちてきてボールを引き出すのがすごい上手な選手だったんですけど、今日は山梨学院さんのディフェンスがすごいコンパクトだったので、なかなか前を向いてボールを受ける回数は少なかったかなっていうふうに思いますね。はい。まあ、でも途中で交代で入った33番の、はい、田中選手ですね。はい、田中選手にはもうアグレッシブにプレーしてほしいですね。はい。ちょっとここでボールを持ってる時にちょっと前線の選手のところでアクションがあるといいのかなとは思いますね。今北村選手も多分ボールを出せる状況ではあったんですが、はい、前線の選手と
コミュニケーションが取れてなくて、でちょっと判断が遅くてボールロスしそうな状況だったので、はい、東洋大学途中から投入されました33番の田中選手、前線に入っています。同じポジション同士の交代のようですね。そのまま入りそうですね、はい。東洋大学は小林選手と田中選手の2トップというような形になっています。北村右に広げます。稲山、いい対応ですね。奪いました。行った方がいいですね。いいですね、田中選手。途中投入の田中選手がここを寄せていきました。島田との1対1でした。そうですね、田中選手行って小林選手が連動してというところですね、はい。東洋大学のスローイン、落合が入れます。北村から中央、いい、ね、前を向きます。木本から右、回収しました東洋大学、キャプテンの北村。そうですね、山梨学院はちょっとセットしてっていう状況になってきたので、東洋さんはこういう最終ラインと中盤の脇でボールを引き出して起点ができ出すと、こうやって押し込める状況ができるので、そうですね、縦パス入ったとこういう関わりですね。田中のクロス、うん、ここは島田原がブロックしました。そうですね、一つここセットプレーチャンスですね、はい。東洋大学のコーナーキックです。7番の北村選手もすごい高精度 の右足は持ってますんで、はい、キッカーキャプテンの北村が務めます。卒業後は WE リーグのジェフ千葉レディースへの、うん、入団が決まっている北村です。いや本当楽しみな選手です ね。北村のキック、ファーサイド吐き出しました、山梨学院大学。木本を一度下げて下に、斉藤から前線へ、前線へのボールはここはゴールキーパー中村が抑えています。山田、収めてドリブル、中4枚います。山田、うん、やっぱこう1試合通して、あの山梨学院 の左サイドハーフの山田選手と木本選手のところでこう1対1で優位な状況ができているのは、まあ、試合状況も考えるとちょっと強みなのかなっていうのは感じますね、うん、はい、あそこで剥がせる、ボールを失わないというのは、まあ、指導者としてはすごく助かりますので、うん、山梨学院大学の村上監督が話してくださったんですけども、まあ、前回大会の決勝戦で本当にこう悔しい思いをして、はい、そこから選手たちともうこういう状況の時はこうしようってもう細かく話し合いを重ねてきたそうですね、うん、いやでも本当なんか東洋さんのこう良さを消す、そして自分たちの強みを出すっていうのがなんか本当チームとして徹底されてるなっていうふうには感じますね、はい。まあ、東洋さんも優勝してさらに2連覇っていうところだとよりブラッシュアップしていくっていうのはすごいこう難しいことだとは思うんですけどもね、はい。さあクロス、そうですね、今みたいにこう1人ポケットに走って中盤のギャップのスペースを空けるっていうところはチャンスになるかなと
ただ今のも背後に欲しいのか足元に欲しいのかっていうコミュニケーションがうまく取れれば、シュートシーンまではいけたかなっていう印象ですよね。でもちょっとずつサイドで起点ができて、東洋さんも形ができてきてるので、あとはそのラストパスの質と一つシュートまで持っていくっていうところですよね。はい、小林リリコへのボールでした。小林選手もこう常にこうボール要求してアクションは起こしてるんで、はい、1点入るとなんか変わるのかなっていう、はい、さあ小林、こういうところで、うん、セカンド拾えると拾います。稲山、ね、ドリブル中2枚外使います。落合のクロス、落合、最後は北村の左足、うん、もしっかりでも押し込んでサイドから、はい、優位な状況を作ってクロスでセカンドボール拾ってミドルシュート、うん、いい形なんじゃないかなと思いますね。右足に来てたらっていうところですかね。あ、そうですね。山梨学院大学も交代がこの後ありそうです。うん、2枚替えですね。はい、山梨学院大学2枚替えです。50番の宮本ニーナ選手、それから68番の村上ほのみ選手が入ってきました。アウトするのが9番の山田歩美選手、そして65番の柏彩香選手です。最終ラインで交代ですかね。はい、まあ、最終ラインで交代するってちょっとなかなかね、精神的に難しいところあるんで、あ、まあ、最初ファーストプレーボール早く触って落ち着くといいですよね。うん、ナイスタッチですね。途中投入の村上、そしてここはスローインになります。山梨学院大学のスローインです。ちょっとずつこうやって前線と中盤の間が空いてきたんで、はい、そこで丁寧にボール動かせることができれば、そうですね、これ前から行った方がいいですね。小林が寄せます、うん、ただここはかいくぐった山梨学院大学、上田から長いボール、うん、ワンタッチでよく見てましたね。はい、木本が収めます。さあ、この1対1ですね、うん、追い越してきたクロス、うん、寄せていきま す, そうです、ね、クロスの精度はもう少しでしたが、やっぱああやってにサイドバックがオーバーラップして上がっていくっていうのは攻撃の厚みを加えますので、ね、はい、大事ですよ。激しい奪い合いで す, です、ね、お互いいい球際ですね。この選手の表情も本当にいいですね。そうですね、痺れますね。はい、ここは笛が鳴っています。
大高選手がサイドバックに入って、で宮本選手がセンターバックって感じですかね。そうですね。少し山梨学院大学の並びも最終ライン変わっています。こぼれたボール。木本、ここはヘディングでゴールキーパーに返しました。こうやって鈴木さん、伊藤選手もこう7番の北村選手をちょっとケアしながら、はい、ポジションを取っているので、なかなかキーパーの中村選手ですかね、はい、もうボランチを使えないってなってくると、ポジションを変化させるか、一つ奥にロングボールっていう風になってくるんで、東洋大学はここどう崩して前へボールを送っていくか。さあ取った、ここそうですね、今の形としてはあの、はい、東洋大学さんとしては悪くなかったかな。あと落としの質、サポートの活動っていうところで前進できれば。ただやっぱり20番の伊藤選手狙ってますね。いや本当にいいポジションに立ってますよね。はい、東洋大学中村のキック、ゴール前まで飛んでいきます。途中投入の田中がここを詰めていきましたが、大原が抑えています。前半24分が経過しています。後半スコアに動きはありません。まあ、本当一進一退の、はい、集中力が高いゲームだなっていう印象ですね。はい、そうですね、石津さんからもサポートっていう声が入ってますが、やっぱりちょっと山梨学院さんのこうプレスバックだったり、こう数的優位を作るのが早いですね。うん、でもちょっと山梨学院さんもちょっとボールのロストがあの中盤のエリアで増えてきたんで、はい、まあ、そこをお互いボール大事にしながらゴールまでいけるかですね。北村の浮かせたボール、うん、右足のシュート、うーん、ね、決まりました。小林リリコです。東洋大学1点返します。すごい綺麗な形でしたね。はい、キャプテン北村から小林でした。ホットラインでしたね。はい、やっぱり山梨学院さんもこう中締めながらこう多分サイドでボールを奪いたい、ただ東洋大学さんそこしっかり見ながら中と相手の食いつきを利用して背後、でも本当小林選手よくワンタッチで、そうですね、シュート決めましたね。ダイレクトですごい高い技術ですよね。はい、これで東洋さんちょっと勢い出てくるんじゃないですか。さあその小林、ただ2枚で対応しました。そうですね、途中から入った山本選手も今冷静に対応しっかりしてましたね。はい、ここで東洋が後ろまで下げます。後半スコアが動きました。東洋大学の20番小林リリコ選手のゴールが決まっています。そうですね、今あの監督の石津さんからもボール動かそうっていう指示が出てるんで、やっぱり山梨学院さんもしっかりセットして中締めながらボールを奪おうとしてるんで、はい、やっぱり少ないタッチでボール動かして空いたギャップをいかに使えるか。そうですね、こうやってギャップ斜め使いながら落ち合い、ここ収めましたが旗上がっています。いや、いいチャレンジだと思いますよ。はい、まあ、こうやってやっぱりこうボール動かしながら人も動いてゴールに向かっていくっていうのが東洋さん あのいいところだと思いますんで、はい、
今石津監督が腕時計をこうちらっと見ていらっしゃいました。27分が経過しています。山梨学院大学対東洋大学のゲーム3対1、東洋大学は後半1点返しています。本当あと15分ですね。そうですね、すごいあの時間が経つのが早いなあっという間ですね。はい、さあ奪ったドリブル、伊藤のシュート、ここは中村がしっかり正面で収めました。やっぱ伊藤選手も斜め後ろからっていうんですかね、あのサイドに出させて、で斜め後ろからこうプレッシャーをかけるんで、やっぱりボランチの選手もなかなか見えづらいところはあると思うんですよね。はい、今のはいいプレッシャーですね。村上です。途中投入の村上がキープ、落合のブロック、そして粘り強く対応した方がいいですね。はい、いや失わないですね。 いい技術ですね。素晴らしいですね、肝と心です。はい、藤枝順心出身ということで、足元のね、はい、技術やっぱり相手見てプレーできるっていう強みを持ってますね。宮本から右へのボールでしたが、ここは東洋大学のスローインになります。そうですね、ちょっとあの東洋大学さんも運動量落ちてきて苦しいとは思うんですけど、フォワードが下がるんじゃなくて、なるべく最終ラインコンパクトにして中盤の選手が押し出してプレッシャーかけた方がいいですね。はい、ここは藤井のクリアでした。ここまで本当に両チームともすごい運動量ですよね。そうですね、まあ、特にあの攻守において数的優位を作りながらあのお互いやってるんで、中盤の選手特に運動量は求められてるんじゃないかなっていうふうには思いますし、はい、まあ、中では多分いいコーチングが出てるんじゃないかなと思いますね。東洋大学この後交代がありそうです。38番の加藤美久香選手が準備をしているという情報が入ってきました。ここサイドを起点にね、東洋大学さんはこう縦に流すのか斜め鎖を差し込むのかっていうところができるといいんですけどね。山梨学院さんもこうしっかりプレッシャーかけてますよね。はい、縦にここ通りました、うん、小林、うん、いい対応ですね。ノーファウルでしっかりマイボールにするっていう、途中投入の宮本新奈ですね。冷静ですね。山梨学院大学はセンターバックの5番大高心がサイドバック左に移動してまして、途中投入の50番宮本新奈がセンターバックに入っています。2枚替え村上穂美は中盤の左に入ってますね。はい、そうですね。で東洋大学さんは、16番の稲山選手が交代をして、はい、そのまま加藤選手がサイドに入るっていう感じですね。はい、加藤美久香が入ってきました。1年生のプレーヤー、いやーでも1年生でこのピッチに立てるっていうのは、おまたこれチャンスですね。伊藤琴音ドリブル持ち上がります。
右に送ってここはしっかり藤井が対応しました。木本が右、一度下げます。そうですね、これ行った方がいいですね。いいプレッシャーで小林、はい、プレスに行きます。今も行った方がいいですね。そうですね、島田が下げて大原が前へ送ります。取ったのは山梨学院大学。そうですね、やっぱりこれをクリアするのであればしっかりディフェンスの背後につなぐのであればしっかり味方にっていうところはここからの15分、はい、ちょっとポイントになってくるかなと。でも東洋さんの失った後の切り替えで前線からプレッシャーかけるっていうのは継続すべきなんじゃないかなと思います。藤井から左、もう一つ左へ縦に送ります。左サイドクロス、ここはかき出しました。宮本先生もあの推進力があるドリブルでしたが、山梨学院さんもしっかりサイドバックとセンターバックで対応しましたね。はい、東洋大学のスローインです。やっぱこうゴール前でこうやって背負われるとやっぱなかなかディフェンスとしては難しいんですよね、はい、ペナルティーエリアの中で。今小林選手うまい体の使い方でしたね、うん、一度下げます。そうですね、大外が空いてるんで大外うまく使いながらここからですね、一対一だったら仕掛けるのか。加藤からクロス、胸トラップ、にゃー、うん、ナイスキーパー、大原がブロックしました。いい仕掛けからのいいクロスでしたね。加藤選手ですかね。そうですね、はい、やっぱあれだけこうスピードに乗りながらしっかりクロス上げきるっていうのはなかなか難しいんですよね。リプレイです。ここ途中投入の加藤をドリブルで持ち上がってクロスまで。でも大原選手もしっかり我慢して最後シュートコースに入ったっていうのはやっぱり落ち着いてますね、はい、さあ35分が経過しています。あと残り10分とアディショナルタイムというところまで来ました。そうですね、もうボール保持する東洋大学さんとあのしっかりセットしてショートカウンターを狙う山梨学院さんっていうような形なので、東洋さんはしっかり相手の人数見ながら中とそこ外の攻撃を使い分けることと、山梨学院さんはしっかりボール状況に応じてスライドして前向きに奪ってショートカウンターっていうのがここから狙いかなって思いますね、はい、伊藤選手お役御免ですかね。はい、大活躍でした。山梨学院大学の20番伊藤琴音選手に代わって11番ですね、内田朱夏選手投入です。はい、村上さんとも笑顔でハイタッチしてましたね。はい、今日2ゴールの活躍でした。さあここは不従が収めて、ただ内田が寄せていきます。そうですね、やっぱここ数的不利でもこうやって前線から追ってもらえるのはやっぱ助かるんですよね。うん、ナイスボールですね。加藤が収めて、はい、切り返してクロス、田中が中央で収めましたが、まあ、シュートまでは至りませんでした。そうですね、まあ、これあの続けて東洋さんは
継続した方がいいかなと思います、はい、やっぱ山梨学院さん最後のところしっかり守れてるんですけど、クロスの時にやっぱ少し下がってゴール前を固めるようなイメージになってるんで、最後こう先に東洋さんの方が触れる状況が増えてるんで、そこは一つ東洋さんは狙い目かなと思います、はい、東洋大学のスローインです。落合が入れます。甲斐マリンの対応でした、はい。まあ、ここから10分ですね、運動量も含めて、はい、そうですね。山梨学院大学が大きく前線へ蹴っていきます。これやっぱり眩しちょっと眩しそうですね。ですね、やっぱりしっかりこう背後に蹴れるっていうのは大きいですね。うん、あ、素晴らしい、ナイスワンタッチ。北村から、逃げ広げます。加藤、収めた加藤のクロス。大高に、はい。いいんですかね。今のもバイタルが少し空いてたので、そこ判断できるとより良かったかな。でも東洋さんも相手が中絞ってるんで、すごいワイドな展開ですごいチャンスができてきましたね。最後大高心が触って、東洋大学のコーナーキックです。キッカーは北村美優です。お、ショートコーナーですね。北村のクロス、しっかりついてましたね。ヘッドでクリアしました。山梨学院大学のターンです。途中投入の内田、ドリブルで持ち上がります。うん、東洋さんよく戻りましたね、はい、野口が一度ゴールキーパーに下げて、もう一度今度は左です。クロスは宮本が背中でブロックしました。本当山梨学院さんも最後のこうボールにしっかりアタックできるっていうのは素晴らしいですね。そうですね。40分が経過しています。山梨学院大学対東洋大学の準決勝、3-1、山梨学院大学がリードしています。さあこれ1点入ると流れは大きく変わりますがね。ショートコーナー、北村のクロス、ファーサイド、ファー狙いで意図的だったと思いますね。いい狙いでしたね。最後ディフェンスの選手がしっかり体ぶつけましたかね。はい、こう1回変化をつけて、そうですね、はい、ちょっとこうニアにボールウォッチャーを促しながらファーで勝負っていうところですかね。ーキーパーも出れない、はい、いいところにいいスピードのボールでしたね。両チームの応援団の声がスタジアムに響いています。まあ、なんか本当両チームの色があっていいですね。はい、前回大会の決勝カードということで、まあね、本当に応援している皆さんの思いもね、まあ、一つ違ったものがあるんじゃないかと想像します。いや本当そうです ね、 ね、まあ、残り5分ちょっとだと思うんですけど、本当この環境楽しんで本当プレーしてほしいですね。はい、この準決勝勝ちますと両チームともに、まあ、前回大会に続いて2年連続の決勝進出となります。風が強く吹いています。東洋大学が追い風、後半1点返しています東洋大学。
村上ここで奪いました東洋大学、ただ奪い返す山梨学院大学、切り替え早いですね。宮本、ドリブル持ち上がる、宮本選手の本当ドリブルのコースがいいですね。あとやっぱラストパス、いや素晴らしいドリブルだったと思います。はい、小林へのパスでしたがここ少し合いませんでした。この両チーム第37回関東大学女子サッカーリーグ戦、成績は、前期が1対1の引き分け、後期が2対1で山梨学院大学が勝利を収めています。山梨学院大学が大きくクリアをしていきました、そうですね、もう山梨学院は時間を考えても、あの前線でキープすることと、あの相手の背後にボールを受けることを徹底すると思いますんで、東洋大学さんは蹴らせないで、いかに奪ったボールを逆サイドに持っていきながらっていうところですよね。はい、落合のスローインです。前へ送る、もう一度落合が入れます。笛が鳴っています。やっぱり今のも相手の前でしっかりボールを受けて倒されてやっぱファウルになっちゃうんですよね。なのでやっぱ小林選手の受け方はすごい上手だなと思いますね、はい、さあ東洋大学のフリーキックです。キーパーとディフェンスの間なのか、ファーに蹴って折り返しを狙うのか。長尾の左足、こぼれてシュートはブロック。長尾ここもブロック、本当粘り強いですね。しっかりコースに入ってます。長いボール、宮本から前線へ、ここはライン割りました。アディショナルタイムは3分です。山梨学院大学対東洋大学の準決勝、アディショナルタイム入っています。前回大会決勝戦で敗れ涙を飲んだ山梨学院大学、さああと2分、お互いちょっと最後までね諦めずにプレーしてほしいですね、はい、東洋大学も後半1点返しています。さあ ゴールキーパーの中村がここは収めています。両チーム両監督ともにテクニカルエリアいっぱいに出て指示を送っています。ここで山梨学院大学1枚交代があります。28番の高木凜選手が入ってきました。交代するのは38番の斉藤桃香選手です。もう前線の選手を交代して、はい、もう前でキープっていう作戦ですね。落合から
狭いとこよく通しましたね。クリアです。落ち合いかわしてクロス、ファーサイドヘッド。いや、いい仕掛けでいいクロスでしたけどね。田中が頭で合わせましたが、そうですね、ポジションは良かったですけど、ちょっとミートしなかったですかね。48分になりました。アディショナルタイムは3分の予定です。いや、本当に最後まで何が起こるかわからない面白いゲームですね。はい、風もねありますしね、はい、いや本当にいい技術ですね。ここで試合終了の笛です。山梨学院大学対東洋大学の準決勝、3-1、山梨学院大学の勝利です。山梨学院大学2大会連続で決勝へ駒を進めました。あ、野田さん、素晴らしいゲームでしたね。本当ですね、あの90分間目を離せない、あの本当に集中力が高い素晴らしいゲームだったんじゃないかなと思います。第32回全日本大学女子サッカー選手権大会準決勝、山梨学院大学対東洋大学のゲーム、3-1、山梨学院大学が勝利しました。ご覧いただきましたように、前半3-0、後半0-1、合計3-1で山梨学院大学が決勝への順当化しておりました。素晴らしい戦いを繰り広げました両チームの選手へ温かい拍手をお願いいたします。両チームともに力を出し切りました。東洋大学の選手は悔しそうな表情、ただ後半ね1点返して本当にこうボールをつなぐというねらしさを出して見せて魅了してくれましたよね。そうですね、本当にあの後半はあの東洋らしいあのワンタッチ、人が動くサッカーを展開した中で、まあ、本当に1点目の得点はとても綺麗で、まあ、素晴らしかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、本当にその中であの山梨学院さんはあの決めるところで決めた、東洋大学さんは本当あの決定機までは持っていくことはできたんですが、最後なかなかこう決めきれなかったっていうところは、まあ、勝敗を左右したのかなっていうふうには感じます。山梨学院大学が前半立ち上がり早い時間に伊藤選手のゴール、そして山田選手の追加点、そして伊藤選手の2ゴール目が決まって前半3-0で折り返しました。そして後半に入って東洋大学小林選手のゴールで1点返したんですが、3-1、山梨学院大学が決勝に進出を決めています。いや、もうコロナ禍の影響を非常にこう受けた4年生が、ね、卒業というゲームですもんね、はい、本当になんかいろんな工夫をしながらこの舞台に立っていたと想像しますが、まあ、でもどちらのチームも本当にいいプレー見せてくれましたね。本当そうですね、なかなかこう当たり前の活動ができなかったり、あの合宿ができなかったり、ちょっといろいろなこう規制がある中で、あのやっとあの4年生は最後にこう素晴らしい環境で、まあ、サッカーができたことで素晴らしいゲームを見せてくれたことっていうのは、まあ、本当素晴らしい経験になると思いますので、まあ、今後の社会人生活だったり、下級生の学生はあの来年度に生かしてほしいな、本当にこう見ている人の心が動くといいますか、心が熱くなるような本当に素晴らしいあのプレーと素晴らしいゲームだったと思います。前回大会はあの一部のエリアでの声出し応援が可能となっていたんですが、今回から
有観客声出し応援が可能となっています。両チームの選手たちがスタンドの応援してくれた皆さんに今一礼をお礼に向かっています。第32回全日本大学女子サッカー選手権大会準決勝、山梨学院大学対東洋大学のゲーム、3-1、山梨学院大学が決勝に駒を進めました。本日の解説は十文字学園女子大学の野田明宏監督でした。野田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況安田美香でお届けしました。それでは味の素フィールド西ヶ丘からこの辺りでお別れです。